こんばんは、大島たくみです。今回ボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。これからの時期活躍するアイテムがたくさんありますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、オンラインサイトに飛んでいただければと思います。早速ご紹介させていただきます。まず一つ目がエルメスのベスト。表面がブラックスエードで、裏面がシルク、フルーツ系のプリントになってますね。一応なんかアジャスターが後ろについているタイプになります。マルジェラキ、エルメスのコレクションの中で一番多分人気がある時期だと思うんですけども、マルジェラがデザイナーをしていたタイミングのアイテム、フランス製です。これはですねレディースです。なのでちょっと小さめです。着てみたいと思います。レディース合わせなのでボタンの配置も逆になってます。左側にボタンがついてるんですけども、ただ全然着れるんです。私が今このレマメイヤーのちょっとたっぷりしたニットの上に着ても全然着れるので、身幅もそれなりにありますし全然着ていただける。なので、ボタン位置が逆になってるかどうかだけっていうところですかね。ですがあんまり気にしなくていいかなと、そういうアイテムもあるんだなと思っていただければいいと思います。この状態は結構いいですね。フロントのスウェードの部分若干なんか当たりというかシミのようなもの見られるんですけど、ほぼほぼ気にならない、いい状態だと思いますのでぜひよろしくお願いします。はい、続きましてラルフローレンのベストです。サイズが38ですかね。ヘリンボーン生地でリネン100です。このヘリンボーンの部分はリネン100っぽいベージュがかったグレーのような色ですね。でこの部分に少し、黒っぽい汚れがありますが、これもほぼほぼ気にならないかなと思います。38で、私がややゆとりがあるかなっていうバランスですかね。でも私でちょうどいいぐらいだと思います。シャツになるともう少しゆとりが出ると思いますので、私前後ぐらいの方でちょうどいいと思いますのでぜひよろしくお願いします。汚れありますが風合いはめちゃくちゃいいです。で、ヘリンボーンってこうメランジっぽくなっているのであんまり汚れも目立たないと思います。続きまして同じくラルフローレンのパジャマかパジャマジャケットかわかんないです。パジャマかもしれないですね。サイズは L ラージです。私がたっぷり着ちゃうと、本当にパジャマになるんですけど、175から80センチぐらいの方ですかねが、着ていただくと割と普通にこうパジャマジャケットとして着ていただけると思うので、あえて意図的にこうネクタイとかしてもらってもかっこいいと思いますし、さらっと T シャツのように羽織ってもらってもいいですし、普通にパジャマとして使っていただいてもいいと思いますし、色柄が本当にラルフローレンらしくてかっこいいと思いますのでぜひよろしくお願いします。ギットマンブラザーズサイズ S のアメリカ製です。マドラスチェックのような、リネン紺のようなちょっと独特の風合いですね。コットン100なんですけど、マドラスチェックっぽいですね。そうすると、かなりこう涼しげで少しこう透けるような質感で、色もいいですね。イエローがアクセントになっていて、とても使いやすい配色だと思います。よろしくお願いします。はい、続きましてガントというメーカーのストライプのボタンダウンシャツです。これいいんです。色柄が結構良くて、ちょっと映るか分かんないですけどハケメっぽい感じの生地感をベースに、オレンジとベージュのサンドストライプのようないい色ですね。アメリカらしいというか、とても風合いのいい生地感だと思いますし、柄もとてもいいと思います。ネクタイしてもいいですし、ノータイで着てもらってもシャレてると思いますのでぜひよろしくお願いします。はい、続きましてタンブル&アッサーです。イギリス製コットン100クラシックモデルですね。ネック39、15ハーフです。タンブル&アッサーみたいなこういうイギリスのシャツも今いろいろ仕入れ頑張ってるんですけども、こういうシャツもあるととてもいいと思います。ネクタイしてももちろんいいですし、今日の私のようにネクタイせずに一番上まで留めても結構様になりますし、あえてこうスウェットの中に入れたりしてもかっこいいと思いますのでぜひよろしくお願いします。状態は結構いいですね。これも目立つような汚れはありませんのでよろしくお願いします。袖口がこう三つボタンになってるっていうのがやっぱりタンブル&アッサーらしいなと思います。よろしくお願いします。はい、続いてマリメッコです。 S サイズ、エストニア製ですね。イエローとエクリューのストライプ、夏らしいとてもいい配色だと思います。後ろダーツ入ってますね。状態も悪くありませんし、風合いはとてもいいと思いますし、何より結構買いやすい値段の設定になっておりますのでよろしくお願いします。で、同じくマリメッコでこちら XS、 これもエストニア製です。
でもこっちはダーツがないです、オレンジと、まあ、グレーのようなちょっと独特の色ですね。まあ、この辺りの色って本当にマリメッコらしいなと思います。あえてこう女性が着てもらってもいいと思いますし、ちょっと大きめで、あの男性がジャストで着てもらってもいいですし、アウトしてもいいですし、インしてもいいっていう割とこう汎用性の高いシャツですので、ぜひよろしくお願いします。はい、あとは以前私が YouTube でも紹介したことありますが、ダメージの大きい501とかをヴィンテージのものを仕入れて、まあ、自分で生地を用意してパッチワークにしたモデルがあります。まずこちらですね、50166前期です。こんな感じです。ちょっと後でまとめて履いてみたいと思いますが、こういうものと同じく50166前期、ちょっとこっちは濃い色をアクセントに入れています。こんな感じです。ちょっと履いてみたいと思います。はい、まず1本目がこちらです。だいたいウエストは78センチぐらいで、レングスは72センチぐらいの個体になります。なんですが、まあ、これぐらいで履いてもいいかなと思います。ちょっとこう腰履きっぽくなるというか、少したっぷりした感じになりますので、まあ、こういう履き方もありだなとは思います。あの夏らしいシルエットかなという感じはしますね。ちょっと濃いめのデニムパッチワーク、大きい面積で撮ってるのと、この一番濃いところはここだけは、リーバイスのデニムではありません。岡山のデニムをちょっと独自で調達してきまして、それを当てがいました。でこの辺は全部リーバイス のレギュラー品から、取っておりますので、まあ、この辺は全部リーバイス生地です。これだけ岡山生地になってます。こんな感じです。で、まあ、しっかり赤耳のところも出てますし、シルエットも結構綺麗かなと思います。でやっぱりこのパッチワークしたデニムのいいところってアクセントになるんですよね。シンプルなスタイリングに履いていただくだけでいいポイントになるかなと思います。なんで夏場とか特にこうシンプルになる時期にはとても使いやすいアイテムかなと思います。でヒップ側はダメージとかあるんですけど、全部叩きにしてます。ヒップにこうパッチをつけるとちょっとなんかやりすぎかなっていう感じがしたので、ヒップ側は全て、叩きにしています。なんでもう一本の方もこういう状態でミシンでバーッと叩いてるだけにしてます。生地は当てて いません。まあ、こんな感じです。1本目ちょっと大きめのサイズになりますね。ウエストでいうと私だと結構余裕があります。ニット入れても余裕がある感じです。こんな感じです。もう1本がこちら、ウエスト74ぐらいで、レングスも74ぐらいです。まあ、これはこれでいいですね。まあ、私もニット入れてもまだ履けるぐらいなので全然ちょっと余裕があります。もともと30か31ぐらいだと思います。こんな感じです。でこっちはホワイトコントラストがつかないように馴染むようにしています。なのでより上品に見えるのはこちらの個体かなと思いますが、あえてこう裾とか破れてるんですけども、もうそれは直していません。こことかも破れてるんですが、もう直さずに、これはこれでワイルドなというかラギットな雰囲気を残しつつの作りました。でまあ先ほども言いましたが、こっちは叩いてるだけですね。生地は貼っておりませんので。でやっぱりコーディネートのポイントとしては、T シャツ、スニーカーとかではなくて、せめてポロシャツもしくは長袖のシャツで革靴を履くみたいなスタイリングっていうのがいいかなと思いますので、まあ、その他のアイテムはできるだけ大人っぽく上品にしていただくと、割とこう使いやすいアクセントになりやすい一品かなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。両方ともまあ66前期なので、こうベースのところの縦落ちはかなりいい感じで縦落ちしてます。でそこにこうレギュラーの生地が入ってくるので、そのコントラストもすごく面白いかなと思います。縫うのは自分がやってないんですけど、ここにこの生地をこのサイズで当てるみたいなのを全部指示をしてやっていただきましたので、バランス、こうパッチワークのバランスはとてもいい感じにできてるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回は以上になります。また来週以降こちらで紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは今回終了いたします。どうもありがとうございました。